配信されているようでございますけれどもですね、今日はあのダンスオブザベールというこれはマイク入ってますでしょうかね。ハロー。入ってない。入りたいな。マイク入りたい。あ、俺だ。ごめん、素人みたいなことしましたね。すいませんでした。ダンスオブザベールというですねバンドをもう7年ぐらい前からやってましてね、本当に大好きな仲間でございます。徐々に、またいろんな側面をね、皆さんにご紹介したいと思いますけど、今日はもうお客さんがすごいですよ、ね、もう素晴らしいお客さんですよ。もうサックス奏者が2名、そして、素晴らしい女優さんと、役者さん、もう役者さん2名ということでね、その他および200名ぐらいの方がいらしていただいております。本当にありがたい話でございます。今日お客さん大変だ。喉が枯れまくるんじゃないか。まずしっとりとね2曲ほどいきたいと思います。僕のオリジナルで、ラウンドダンスという曲と、あとリッチバイラークというですね、まあもう理知的な白人のピアニストがいるんですが、その人の、有名なリービングという、2曲続けて、行います。
ファーストセット最後僕のブルースでちょっと締めたいと思います。ブルース Z。Thank you.
ありがとうございました。しばらく休憩いただきます。
you
ピアノ羽賀信樹、もうね羽賀さんの素晴らしいハーモニーは本当にありがたい限りです、じゃあ今日の最後の曲になります、羽賀さんの名曲でございますね、これからの私というですね、もうこの、そちらであの CD が売っておりますけれども、私たちが長年メインにしていた曲です。もうね最初ね恥ずかしい名前だなと正直思いました題名がちょっと名前なんか英語にしないとかって思ったけど、むしろかっこいいと思います。これからの私、聞いてください。Thank you.
ピアノ羽賀信明、ドラムス山本直樹、サックス藤田純三でお送りしました。ありがとうございました。